本日のインタビューは川野隆選手に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。インタビュー2回目なんですけれども、はい、よろしくお願いします。前節は得点を決められたということで、はい、8月でしたかね、ガンバ大阪戦以来だったと思いますけども、はい、2得点目ということで、どうもおめでとうございます。ありがとうございました。決めていただきまして、でちょうどスタメンでフル出場始まったの、連続出場しだしたのが、やはりそのガンバ戦ですよね。はい、なので、まあ、ちょっとこう、あ、連続出場そういえばされてるなと思ったんですけれども、前回の試合も得点決めたのが川野選手と松野選手だったのは、はい、そうですね、はい、あ、そうガンバの時も俺と町野選手、そうですね、はい、多分入れた順番が違ったんだと思うんですけど、そうですね、なんとなくこうその組み合わせっていうので、うん、確かになんか自分でも、あ、そういえばって思いました。なんか誰かに言われたんですよね、誰かに、この前も町野とお前決めたねみたいな言ってたから、あ、そうだねと思って、あ、そういえばって感じじゃないですか。あ、そんな感じだった。全然ちょっと関係ないんですけども、はい、町野選手と川野選手が遠目に似てて、はい、あ、なんか言われますねなんか誰の時、一回アウェイ行った時も、はい、なんか空港で町野選手サインくださいって僕が言われたんですけど、いや僕町野じゃないんでねって言って、そんな顔大きいですか僕ってあ、もうもろ間違われちゃったんですね。はい、あいつ顔大きいから僕顔大きくないんで間違えないでほしいですちょっとそうですねとも言えないんで、うん、あ、じゃあ見分けるところは、じゃあ顔が大きくないんで、あ、そうです、それでお願いします。はい、わかりました、はい、じゃあ遠くから見てよくわからないって言われてる方には、はい、そういうことで顔の大きさで判断してほしいって言ってくださいじゃあ町野選手にも聞いてみますね、はい、どこで見分けたらいいか、多分顔の大きさって言うと思います、あいつも。わかりました、はい、遠くからはそうやって見分けるということで、はい、お願いします。はい、まあ、中もねすごくよろしいみたいな感じですけど、非常に若手の選手たち活躍してて、で、新しく夏に入ってきた選手とかもいますけれども、はい、そういう選手たちがまたこう入ってきて、また雰囲気とかも変わったと思いますし、実際成績もそこからまた連勝とかもあって、川野選手から見てやはりこうチーム成長したなという部分ってありますか？やっぱり競争意識っていうのが多分増えているんで、そこが強さの一つにもなっていると思うし、やっぱり、うん、北川くんとかもすごい明るくて面白いので、全部がプラスになっているとは思います。はい、今は本当に優勝を狙える位置にいますけれども、練習とかも相変わらずハードそうですし、非常に皆さん声も出てますし、そういったところはもう本当に今まで通りこう変わらずにやってらっしゃるなと。そうですね、すごい雰囲気もよくやれてるので、結構みんなモチベーションも高いと思いますし、常に、全員が競争意識持ってやれてるのが一番いいのかなっていう。前回の得点、はい、もやはりセットプレーからでした、はい、で映像を見てたらやはり非常に打点高いですし、もう高さでは絶対にこう競り負けないよとい う, こう自信が終わりなのかなと思うんですけども。そうですね、やっぱり負けたくないっていうのが一番ありますけど、そうですね、やっぱり勝手にアンバイと思ってるんで、得点決めたシーンも結構入り方のを工夫したっていうか、監督にアドバイスいただいて、それを実践できて相手の前で叩けたのは大きかったかなって、次もまた決めれるように、また決めたいですね。またもうセットプレーになったらもう川野選手がもう相手のチームから見たらもう気をつけないとっていう、やっぱり狙われるぐらいに警戒されるかもしれないですけど、他の選手もヘディング強い人もいるので、
逆におとりになってそれがいいこともあり得ると思うんで、そこはうまくやりながら、まあ、試合にこうやっぱり出続けているからこそこう得れているものっていうのもあると思うんですが、やっぱり、最初の方のめちゃめちゃ緊張するっていうのはもうほぼなくなって、いい形で入れスムーズに入れてるっていうのは確かなことで、まあ、やっぱり一試合一試合課題も出てますけど、まあ、自分自身につながるようなこともやっぱ大きいので結構自分の中で自信になってるものもたくさんあるので、まあ、その分やっぱり課題の方も修正していかないといけない部分もたくさんあるので、まあ、でも一つ一つ成長している感じは自分でも感じれているので、すごい楽しいですね。前回ですね、お話聞いた時には困っていることってありますかってお尋ねをした時に、はい、佐藤選手から宮崎方言がそうっすねっていうふうにおっしゃってましたけども、まあもう割り切っていいかなっていう、もう仕方ないで、もともと僕もイントネーションおかしかったんで、もう元に戻るの仕方ないかなっていう感じですね。でも あえてその方言を話してくれる方がなんかみんなこう親しみやすいというか、それがこういいよねって言ってる方もすごく多いんで、まあ、確かに、親しみやすいって言われですけど、やっぱりダサいんでやっぱちょっとあんまりかっこよくはないと思うんですよね。だからでもたまに最近自分でもなんか言った時になんか今のイントネーションめっちゃおかしかったなとかはあるんで、自分でも思うと気がつくんですか。もう相当ひどい時は今のちょっと発音やばかったなってちょっと訂正し直します、その時は。でも本当にみんなから聞くとすごいそういうところがいいところだねっていうのも、まあ、あるんですけど、地元津野ですかね、はい、そうです。で宮崎県 の、はい、天皇杯出場をかけた試合決勝戦ですかね、宮崎の大会が、はい、津野の競技場で、結構使われてますね、はい、陸上競富士見の陸上競技場で、はい、結構 JFL の試合とかもやってるみたいで、はい、なんかそこで、まあ、宮崎 の、 その大会を見に行かれた宮崎の方がギラバンズ北九州川野隆選手っていうのが出てたらしいんですよ。自分の町に5つぐらい横断幕作ってくださってて、多分陸上競技場とかいろんなところ、なんか小学校のところとかに飾っていただけてるんで、はい、ありがたいですね。なんかそれを見て、あ、地元の選手がいるんだっていうのが分かったんで、うん、ギラバンツ応援しなきゃと思ったっていう方がいたんで、うん、嬉しいですね、それ、はい、で、ま、ちょっとそういう、 こう宮崎ネタをまたちょっと伺ってしまいましたけども、はい、もう次熊本戦が間近に迫っておりますが、うん、はい、前回ミクスタの時は、はい、ベンチの方 で、 ベンチです、ね、はい、ご覧になったと思いますけれども、はい、まあ、試合の中身はちょっと置いておいて、やっぱりスタジアムの雰囲気っていうのがいつもとちょっと違ったんじゃないかなと。あのアウェー席に熊本のサポーターの方たちがもう全部埋まってるような感じで、なんかすごいスタジアムにすごい人が入ってる感じにも見えたし、なんかちょっと応援も圧倒された感じもあったし、また違った雰囲気を味わいましたね、あの時は。今度はアウェーに乗り込んでっていうことになりますし、はい、北九州からもたくさんのサポーターの方が行かれるみたいなんで、うん、またすごい熱い雰囲気の中での試合になると思いますけれども、もうちょっと最後になりますけど、うん、試合、間近に控えてます、うん、皆様にメッセージをお願いいたします。まあ、熊本は前期負けてるので、まあ、しっかりその借りを返すためにしっかり勝ちたいと思いますし、まあ、やっぱり
きつい時にやっぱサポーターの皆さんの後押しがすごい、力になってますし、一緒に、サポーターの皆さんも戦ってほしいです。あとやっぱり熊本前期の時結構点取られたのが僕の高校の同期だったんで、まあ2点ともそいつが絡んでた得点でやられたんで、まあ、そいつも最近スタメンで出たりしてるので、まあ、マッチアップしたら、まあ、必ず潰したいと思いますし、まあ、必ず無失点で終えれるように、また点数も得点も取れるようにしっかり狙っていきたいと思います。いいモチベーションになってますね。はい、はい、ありがとうございました。今日のインタビューは川野隆史選手でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。